ねえねえ、まゆちゃん、ちょっともう挨拶するときに。何、セカンドまゆちゃん、今日もまゆちゃんの動画始まるの？あ、じゃあまゆちゃんルーレットで今日の動画始まるか始まらないか決めようか。今日のまゆの動画始まるのか始まらないのか、始まるパワー。じゃあ進行お願いします。みなさんすいません、みなさんこんにちは、元男の子まゆです。さあ聞かれてますよ、おい、安全を守るのか守らないのかい、どっちなんだい。守る、パワー。次です。福岡県は県から感染対策の認証を受けた人に、はい、ということで今回のお話は出産に関して。いいか、これで。世の中のものは全て賛否両論、世の中のものは、賛否両、この世の中は賛否両論で成り立っていると言っても過言ではありません。例えば YouTuber 界、とてもね、みんなから慕われてめちゃめちゃ人気な YouTuber さんいらっしゃいますよね。その方が上げてる YouTube、とてもいい作品なのに、多くの方が高評価をつけてるのに低評価つける人もいる。はい、世の中は全て賛否両論で成り立っております。今回はそれを実感できるものをツイッターで見ました。はい、ツイッターであのネタ探ししてたら見つけたので、今回そちらの方に触れていきたいと思います。メガネ失礼します。これはまあとりあえず私は俯瞰した上でこういう意見がありましたよっていうことを話します。その後ちょっとまあ私の場合に置き換えて話したいと思います。はい、とある FTM さんのツイッターツイートです。まあこの方は性別適合手術は受けないつもりです。結婚を、好きな人と結婚して子供が欲しいからです。 FTM じゃないって言われてもいいですというツイートを私見かけたんですよね。プラスな方で反響が大きいです。結構いいねもありますし、はい、分かるっていう方もいらっしゃいます。それ分かるみたいな、ということは、まあ、この方は FTM であり恋愛対象が男性、女性が子供を産むっていう決まりはないのでっていう風におっしゃってますね。思い切った素晴らしい行動だと思いますっていう、いいと思いますとか、そういう言い方もありだよっていう、まあ、プラスの言葉が聞かれています。ただし世間は賛否両論の世の中です。こういった意見もあります。これは FTM って言わないよねっていう。でプラス、皆さんこれ注意なんですけど、自分がこう、まあ、トランスの方注意なんですけど、ホルモン治療ちょっとでもやったら、ホルモン投与少しでもやったら子供作ろうって考えない方がいいよ、うん、っていうのは、そのホルモン投与によって出産した際、そのお子さんに障害がね出ちゃうあの可能性が高いので、まあ、奇形で生まれたりだとかね、そういうことがあるので、はい、まあ、ホルモン投与を少しでもやっちゃったっていう方は、子供のことを思うのなら、子供のことを思うのならね、ちょっと自分のね、自分の精子や卵子で子供を欲するのはちょっと、まあ欲しいのはねしょうがないんだけど、子供を授けようとするのはちょっとやめた方がいいかなっていうね感じですね。まあそういうツイートもありますし、続いてですね、ほらやっぱりシンプルにカフェインすらね
妊婦は気にしてる、なのにホルモン、男性ホルモン打ってね、出産はどうなんだっていうね、あの胎児に影響する可能性の高いホルモンをやるべきじゃないっていう意見とかね、勘違い系トランスジェンダーなんじゃないっていう、 FTM じゃないよ、男っぽい女だよっていうね意見がありますね。はい、まあこんなもんですかね。はい、まあ賛否両論あるよねっていう話、ごめんね、これから話すのは私の気持ち、うん、みんなはどうか知らない、みんながどう思うかは分からないんだけど、これただの私の気持ちなので、あの私の感想なので、それってあなたの感想ですよね案件なので、あのそういうツッコミはなしでお願いしたいんですけど、まあ私トランスジェンダーじゃないですか、性同一性障害 MTF、 元 MTF で、で今の悩みって、あ子供欲しい、超子供欲しいって感じなの。まあそれも前、まあ、なんかこうコメントで言われたけども、しょうがないじゃん、そんなことはしょうがないじゃんみたいな風に言われたんだけど、はって思うよね。なんかもう論点が違うというかさ、まあさ、話したいのはそんなことじゃなくて、まあ私の悩みは今ね、ほら私って若いから私って若いから、その近くに出ね、私の身の回りで出産する人、結婚する人、出産する人、身内でも多いです。はい、羨ましいなって思います。だったら私は精子を残しとくべきじゃなかった、性別適合手術を受けるべきじゃなかった、子供が欲しい、そういうの以前に私はその体に耐えられなかった、精巣は体の毒だと思ってました。で子供が欲しい云々かんぬんよりも上回ったのが、この体を早く女性にしてくれ、ま、外見的なことになるけど、うん、で戸籍も早くも変えてくれという、子供云々よりそういうのが上回ったんだよね、うん、だから、まあ、私は今こういう風にね、女性になって戸籍も変わって、でそういう欲望を一つ満たしちゃったから、さらなる次への、私がもう絶対手に届かないところ、今までそんなねハードルが低いところで私はこう願いを叶えてきたのに、ついにそのハードルの低いものを飛び越えたから、もう手に届かないハードルのものが見えてきちゃったんだよ、うん、その手術して戸籍変更したことによって。ただ私は後悔はしてないよ、だって男の体、男の戸籍で生きる方が私にとって毒だから、死んだ方がマシだから。だったらまゆちゃん、自分の精子残して代理出産的な、うん、自分の血を残した子供を、そうすれば作れたんじゃないの。いやいやいや、私は自分の精子使って子供欲しくないですね。だってそれってなんかパパみたいじゃんっていう気持ち。これごめんね、これ私の自分の中でのこう考えだからね、私だけに適用されてる、これ私だけに適用されてる。皆さんはいろんな意見、あのいろんな考えで持論を持ったトランスジェンダー、性同一性障害でいいと思います。ただ私の場合は今話してるのでね、はい、銃は向けないでそうね、だから私の中で結構頭の中で二元化されてて、女性だけが何出産は女性だけがするもんじゃないっていうねツイートもあったじゃないですか。私はいや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 、その生物史で見てもメスがね出産するしっていうふうに思って、出産がしたい私はね、こう私は女性だから、自分が女性の脳だから出産したいって思ってたんだよ、うん、だけど自分の脳が男だったら、自分が出産はしたくないって思うと思ってたの。だけどこういうツイートでもあったように、脳がてか、まあ性自認が男でも自分で出産したいんだって初めて思って、え、あそうなのみたいな、これは一体これを驚きだって思って、うん、ごめんね、普通の考えっていうのが言っちゃいけない言葉なのかもしれないけど、そのねとりあえず私の頭の中では
出産主体が女性の考えで、男性は家族を守りたいとか、なんかちょっと男性はなんだろうね、私は女性の気持ちしか分かんないから、男性は子供に対してどういう、お兄ちゃんはどうなんだろう、守りたいとかかな、やっぱり自分の血を残した子供を愛する人に産んでもらいたい、産んでもらいたい、そっか、産んでもらいたい、そうなんかなと思ったの。そうだから私の場合は、その男のうちに性機能が男として、あの通常運転してるうちに子供を作っといてトランスするなんていう考えは全くなかったんだよね、うん、あ、全然こういう考えあっていいですよ皆さんには。ただ私の中では全然なかったっていうだけ、うん、だってそれってパパじゃん、私はママになりたいの、だけどなれないの、だからといってパパになりたいわけじゃないの、パパになるんだったら死んだ方がマシだから。てか正直羨ましい、そういう選択ができる人が羨ましい。あ、これ本当に皮肉込めて言ってないから、なんかさ、私がなんか言うとなんかさ、皮肉を込めてなんか攻撃してるみたいな風に思われがちなんだけど、みんなもっとポジティブに見て、なんか被害、最初からなんか被害妄想持ちながら私の動画見る人が多いからさ、っていう被害妄想、そんなこと置いといて、羨ましい、そういう思考ができる人、うん、性自認男だけど自分が出産したいっていう風に考えられるのはめちゃめちゃ羨ましい。逆に私は MTF、 女性を愛して結婚して子供ができて女性に変わる、そういう思考ができるのが羨ましい。うん、もう全然嫌味じゃないから、マジで、いやマジで羨ましい。だってそれくらいの性別の違和感だったってことじゃん、それはめちゃめちゃ良かったねって感じじゃん。めちゃめちゃ振り切れてる私は、自分の精子で子供を作るんだったら死んだ方がマシ、自分がパパになるんだったら死んだ方がマシ、自分は出産することでしかママになれないみたいな、そういうね、マインドなんですよ、うん、まあね、そのお門違いな方にはよく養子縁組とかもあるよとか、なんか代理出産とか、なんで精子凍結保存しなかったのとか言われるけど、うん、まあお門違いなんでってなんですけど、だからまあ今回の話をね聞いて、うわ、いろんなまあ考えがあるんだなって思いました。一括りにトランスジェンダー性同一性障害といっても、うん、汗かいてきた、うん、何度も言いますが、最後話したのはこれ、私が私に適応してる持論なので、皆さんがどういう考えをお持ちであっても私は肯定しますし否定もしますしそんなこと知ったこっちゃないですし、私が思ってることが全てなんて思ってないし、私が思ってる以外のことを思ってる方を咎めるとか、おかしいんじゃないかなって思ってる節は全くございませんので、はい、そこは勘違いしないでいただきたいです、私の動画を見る際には。はい、ということで、はい、まあいろんな賛否両論があるんだなっていうことで、いろいろまた勉強になったよって方はぜひ、あ、そうだ、まあ性同一性障害としてトランスジェンダーとして、こういった論争をどう思いますか、皆さんの考えをぜひ聞かせてくださいということで、今回の動画終わります。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Twitter、Instagram、TikTok やってます、ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄に、ゲームチャンネルといろんな動画上げてる謎チャンネルがあるよということで、1、2、3、4、5 1、2、3、4、5 1、2、3、4、5 また明日。